米だ。あー、あとそうだ、和岬のことをね、書いてる人も多くて、なんか歌いたいですかとか、和岬これからどうしていきたいですかとか。和岬なぁ、うん、なんやろ。でもこうなんか和岬は和岬メンバーで歌いたいっていう気持ちがあって、私は、うん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 、まあこうなんていうの、こうアンダーで入ってもらって歌うのもいいんやけど、うん、それやとやっぱりなんていうの、一緒にやってきたっていうのがないからさ、うんうん、やっぱ折り目、うん、がいいなって思うから、うん、そう、まあ、じゃあやっぱり側が綺麗な形だったのかな、うん、そうが一番、そうやな、そう。あの時入れた時はどうだった？あ、入った時は、うん、え、私そんなアンダーガールズとかいいんですかって、びっくりして。そう、しかもなんかさ、こう一緒にさ出たさ、こう少女は満水何をすると、はい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 、そうだね。でこう中西さんと私は霞岬におって、うん、で逆じゃねみたいな、あっちに入るべきじゃね、はい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 、そうだね。でこう須田ちゃんとか、うん、と高田さんは多分あの霞岬の方が合っとるよなみたいな話をしとって、でもうやってみたらやっぱこうね、あ、これでよかったかなって、これでこのメンバーで和岬を歌えたことがいいよねって、うん、ああ、思い出深い曲、一番思い出深いね、あんなに自分の中では、うん、あんなにちゃんとしたっていうか PV、ミュージックビデオを撮ったりとかするのは初めてやったし、そう、嬉しかったな。おお、そうなんだね。結構ですね、はい、娘にカバーでもらったのぼりは大切に撮ってありますか、撮ってあります、はい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 、そうだ、これは私も一緒にスタジオに行ったんですけど、そうめっちゃな、しかもさ生誕祭で、うん、あれ、そうなんかあったんだよね、のぼりをこうまた作ってもらって、あ、なるほど、そうでっかいの、めっちゃでっかいやつをこう入り口のとこに飾ってもらって、あってこんなでっかいのいいんですかって思いながらこう持って帰ってポカンとかに言って、おー、よかったねみたいなあれはどうだったの、娘に行かがは。いや、なんか最初は実際やってみて、最初はさ、うん、やっぱさ不安やん、そうだね、人見知りなんてすごい、あ、そうなんだ、すごい人見知りやから喋れるかなと思ってたけど、うん、すごいなんかなんていうの、なんかこう見てくださっとったファンの人とかもあの回が一番感動した、うん、へぇ、一番感動した回がミコッティの回で、そこで好きになったよとか言ってくれた、あ、それがきっかけの人もいるってことだね、だからすごいありがたいし、うん、すごいなんかなんていうの、勉強になることをすごいいろいろ教えてもらって、うん、感動した、あれは本当大号泣やったの、本当にあの時かっこいいよね、かっこよかった、いや、だってさやばい、お魚見える、お魚見える、お魚見えちゃう、お魚見えちゃう、いやでもまだ見えて大丈夫なやつだこれ、あ、うん、たい焼きと、あ、本当にサバコこれね、落書き、落書きいくない、うん、いいよこれぐらいで、そうしかも、あ、いいかな、続けてたい焼き泳いでるけど、いいうん、大丈夫、あの一番最後に出してもらったこう旗、吉山のってやつは知らんくて、はいはいはい、本当に知らんかったね、ほんま知らんくて、うん、でこうなんかプレゼントがありますみたいな言われて、何と思ったら上からダーって出て、そうしかもすごいめっちゃあの旗作るのに時間かかんないで、そうだよね、やってたもんね、そうすごい時間かかるのにもかかわらずこう作っててくださったことにもすごい感謝っていうか泣けたし、そう温かい場所に行ったなって思ったな、おー、うん、ありがとうございました、いい経験でしたね、これもね、本当にありがとうございます、いい話や、じゃあね、そんなわけでですね、お時間もそろそろいい時間になったんですけども、なんか最後に、まあ、自分の目標だったりとか、うん、なんか今後こんなことがしていきたいですよとかがあったら教えてほしいなって思うんですけど、はあ、なんやろ、
ので、まあ、とりあえずすごい早く公演がしたいですね、こう新しいチームの新しいしたいなっていうのがあって、うん、あとは何やろ、目標としてはこういろんなことをできるこう人間になりたくて、うんうんうん、だからとりあえず勉強を頑張り、はい、筋トレを頑張り、うん、え、筋トレしてんの？筋トレ してる。あ、そうなんだ、はいはい。あとはね、何やろ、あと何やろ、女子力を上げ、うん、上げ、まあ、演技とかも勉強したいし、うん、って思ってて、まあ、お笑いもいけるようになりたいなと。いろいろね。そうそうそう、いろいろやりたくて、いろいろ一番になりたいから、うん、やっぱり。やるならとことんやりたいし、なんで、見ててください。おぉ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どんなわけでですね、はい、まあ、先週はね、斉藤真希子さんから紹介してもらったので、はい、みこにゃんにも絵を描いてきてもらったので、うん、そう、描いてる紹介してほしいので、はい、なんか次のゲストはこの方ですって見せてほしいです。はい、いきます。はい、次のゲストはこの方です。じゃじゃーん、似てるよこれ。超似てる。めっちゃ似てる。めっちゃ似てるこれ。やっぱうまいね、美術部。力作でもこれ今思ってんけど、うん、今思ってんけどな、これ上りに書いた、うん、あの人面魚にちょっと似てんなって。あー、確かに。人間描くとき多分全部こうなるんやと思う。多分カオタンも描いたろうと思った。嘘、描いて今度。いやでもほんま似てるこれは。ね、ほんと似てるよねこれ。え、どんな人ですか？この人はね、相棒ですね。お、相棒です、私の。誰かな。あとは切っても切れない縁って感じです。あとは、あとは、あとはね、こいつはね、でかいですね。そうだね。でかいです、うん、全部がでかいです。あと、おめでとうかな。そうやな、おめでとうやな。うん、わ、うん、かると思うよ、絶対ね。これは似てるもんだって。しかも私の相方、相棒ですから、うん、これはもう分かっといてもらわないと。じゃあ私、いやー、久しぶりの登場になるんでね、うん、たくさん話はできないのかなって思うんですが、うんうん、早速来週はこの方と話したいと思います、はい、お願いします。まあ、武道館の方もあるんでね、ちょっと日にちがまた押しちゃうかもしれないんですが、頑張りたいと思います。ということでね、みこにゃん早速、はいはい、今日告知してください。もう今日の夜載せるので、斉藤さんを載せ終わって載せるんで、はい、今日の夜ググったっす。あと週刊プレイボーイの方はもう写真付きで発売されてるので、あ、ほんまに、はい、そちらの方もよかったら告知をしていただけると助かります。バンバンしますよ。お、お願いします。もう100通送ります。あ、本当に。ということでですね、はい、まあ、今週はですね、チーム E の斉藤真希子さんからの紹介で、チーム E の内山美琴さんだったわけなんですが、はい、最後にもう一回自己紹介をしてキャッチフレーズして終わりたいと思います。お願いします。はいはい、いつもどこでも命がけ、笑う方には福来たる。せーの、にー、もう一回、せーの、にー。17歳のみこってこと内山みことでした。イエーイ。